アイオワ州の軍配置図アイオワ州の軍一覧は、アメリカ合衆国アイオワ州内の軍の一覧である。アイオワ州内には99の軍がある。アイオワがまだ、ミシガン巡州の一部だった1834年に、最初の軍として、デモイン軍とダビューク軍が設立された。ミシガンが州に昇格する準備として、ウィスコンシン巡州が1836年に、形成され、 アイオワはこの中に含まれた。その2年後の1838年、ウィスコンシン巡州の西部が分割され、アイオワ巡州ができた。1846年12月28日、アイオワ巡州の南東部がアメリカ合衆国29番目の州に昇格し、アイオワ州となった。この時点で44軍が設立されていた。1857年にアイオワ州政府によって、 最新の軍であるハンボルト軍が設立されるまで軍の数は増え続けた。アイオワ州の軍の歴史にとって最も重要な日は1851年1月15日であり、この日に49の軍が同時に設立された。1857年に制定されたアイオワ州憲法によっていかなる軍も面積432平方マイル以上あらねばならず。 境界の変更によってそれ以下に転じることはできないとされている。しかしこの規則に対する例外が認められ、10の軍が規定サイズ以下となっている。面積最小のディキンソン軍は381平方マイル、最大のコスース軍は973平方マイルとなっている。ポーク軍が最も人口密度が高く百五十人平方マイルであり、ここには州とカ州内で、 人口最大の都市である、デモインがある。アイオワ州は、その軍社会が、自然の地形によって決められたものの数が、全米50州の中で最も少ない方であり、測量によって決められた箱型をしている軍の数が、圧倒的に多い州でもある。下表は、アルファベット順である。以下のリストは、過去に創設された後に廃止された軍である。ありがとうございます。